SM 男女差別確定行かしていただければとチケットの男がもうスタンドしか当たってないんないかみたいないう話だったんですけどこれはいろんな見解があるかもしれない見方があるかもしれないですけど局長がいただいてる情報マシュマロ結構いただいてるんでいただいてる情報からするとアリーナ後方とスタンドは男そしてアリーナ真ん中から前の方に関してはほとんど女子でほとんど女子の中にポツポツいるのはカップルもしくはスタンドに女の子がいるのは カップルというか男女で女2人組でスタンドにいるケースは珍しい男2人組でアリーナ前方にいるケースはほぼないという情報を聞いてます間違ってないでしょうか間違ってないでしょうかなんで運営は多分というか絶対にやってますいわゆるまあその男客の問題ってのがあったじゃないですか前にそれの対策なのかもしれないですけど完全に 男女を分けたんですよで僕は男女を分ける分はまあ別にいいと思うんですよ。いいと思うんやけどなんで男が後ろに行かなあかんのってで逆に言うと別に前に行きたいわけじゃないんで女後ろにしてるなんて話じゃなくてなんで性別で後ろと前になっちゃってるんですかっていうと運営さん別に分けることはいいんやけども男女どんなもんですか男6ぐらいですか今回結構男多かったんですよね。 そのもう半分半分でやっとあったら良かったやん。ブロックごとにで。あ、ブロックごとにじゃあかんのかな。なあなのかわからんけど。さあいいやんっていう。左右でいいですよね。左右でいいじゃないですか。っていう話やのに、なんでか知らんけど、男を後ろに追いやるっていうとこですよね。あ、73くらいで男多かったやん。ほんま、めちゃくちゃ男が多いやん。わかった。あの、レスパのレベル教えて。 エスパははい、ワーナーはい、行かしていただきます、ワーナーさん。ギャルコンセプトで行ったらいいんやけど、そのブランディングとしてちょっと男オタク増やしすぎて、エスパーのあのコンセプトとしてはもうちょっとギャルに受けたいんです。だからギャルいっぱいファンいますよーっていうのを見せたかっただけやろ。ん で、そうやって男オタクちょっと、ごめんなさい、後ろ、あんまり男オタクいっぱいいるのはバレたくないんでって、でも入れないとあ埋めれないんで、男オタク入れますけど、後ろの方でお願いしますと。で、何よ、若いピチピチギャルだけ前置いて写真撮ってピースして。ギャルコンセプトでやっぱギャル人気ねんですっていう。んいらんねん、そういうブランディング。男オタクの対戦しろ。そういうことや。だから結局男女というよりも、ちょっとオタク、男オタクが思ったよりも増えてしまってっていう、そういうことや。 一部のファンの行いや治安問題の対応としては今回対応実施した、えー、賢くないやり方にムかついていますと男女の対立を運営が、えー、率先して煽ってるのかなとライブ中も心がもやもやして、えー、完全には集中できませんでしたとやられ損になるため次のライブでアリーナを男スタンドを女で埋め尽くさない限り許せませんと。 えー、SM アーティストは素晴らしい運営がクソすぎのに運営がクソすぎて押すことに疲れましたと、えー、まず私たちは夫婦で参加と2日とも旦那名義で FC 選考で当然と2日ともスタンドですとこれだからあれやな。 今すぐカップルとか夫婦は女性名義の方で申し込んだ方が今後はいい可能性ありますね、この感じだとね。会場に入る前は男女批判半男性少し多いかなと思っていましたが、スタンド席に着いたら周りはほぼ男性で、女性どこ行ったと状態でしたと。で、私たちがいたスタンド一角は9割男性でしたと。周りの女性も私たちのように男女で来ている人が多く、女性2人がいるのは本当に稀でしたと。両隣のブロックも同じような状況でしたと。ただ、アリーナ後方に男性もたくさん見えていたので気のせいかなと も考えましたが、えー、ライブ始まってアリーナの歓声が明らかに高い女性の声だったのでやっぱりかと思いましたと旦那さんはとても悲しそうでしたとなんだかスタンドで頑張って覚悟してる野郎が可愛く見えてきましたとやろうは相変わらずスタンドでもこうしみたいに叫んでたんですねけなげやなあけなげな野郎がいっぱいいることはもうその k-pop 女子も分かっておうとし腐れ外役男もいますけどけなげ野郎もいっぱいいるんでよろしくお願いします 前回男性が多くて前が見えなかったんですが今日コンサートで視界が全然違う <laughs> ちょっと待って今日見やすくないってエスパー大阪2日目参戦しましたが大阪2日目は、えー、アリーナ女性名義男性がいても女性同伴でしたとアリーナ候補はあまり見れてませんとそしてスタンド最善はほぼ男性でしたともしかしたら局長が配信に取り上げるほど一部の前男性前からの被害を受けた女性がいたので運営が対策をしてくれた説局長の影響力すごいです まあでも前回の時も結構荒れてましたけどねその女性が被害食らってみたいな話ねまあこういうことらしいんで結果だから男性舞はこれからそのアリーナで見るにはどうしたらいいかっていうともう彼女作るしかないです。ね 今日エスパ参戦してきましたと。周りは男前が多かったんですが、真後ろの男、二人組がライブ中もアンコールのメント中もずっとでかい声でべちゃべちゃ喋ってて、内容も俺韓国語上かっちゃうんだよね、と。マウントや彼の体やばい、みたいな感じ。うちわで後頭部叩かれたり、本当に地獄でした。<laughs> いや、いんねんな。デリカシーのかけらもないようなやからかな。 映画好きで一人で行くねんけど、映画。ほんまに、高校生とか大学生の男が、まあ、二人とか四人とかで来るわけですよ。おお、よお、しゃべんねんな。うるさいな、あいつらな。やから、群れるとうるさいねんな、男ってな。あ、なんだろう生きってるやつら多いねん。 今日東京ドームに参加してデビューから応援を振り返りましたと初期の初期では男女比1対9であもう最初はもう女子ばっかりやったけど肩身が狭かったもののハイパーライン以降で男性が増加しパラレルラインでは642とこれに伴いマナーの悪い新規ファンもだから k p o p オタクじゃない人らでしょうね増加し席問題などが発生と初期の平和な雰囲気が恋しく今のファン層に不満を感じていますわかるでわかるであのー、エスパって結構やっぱ TikTok が 頑張ってますもんね他のグループで頑張ってるんじゃないですか TikToker みたいな動画も多いやんだからそっち系のやっぱ男女がまぁ、あ、でも女子で言うと NCT なんでしょうね結局だから男子はもうそっち系から来てるんじゃないですか だって普通に大阪の南歩いてても、まあ、ちょっと柄悪そうな男の子たち、男3人組とかが、なんか、多分カリナかなんかが自動販売機の前で写真撮って、こその自動販売機がなんかこれでとか、なまあ、南であったかどうか知らないですけど、あなんかこういう k p o p オタクっぽくない人らもあれなんやなって、エスパ好きなんやなとかって見てましたけど、なんかそういう人らですね、多分ね。TikTok とかで、破れてるパチパチのジーンズ入って、なんかこう、こう踊ってる。 踊ってるららでですすよね多分あのダンスが何か知らないけどサングラスして破れたピチピチジーンズ履いてなんか踊ってるやつらです。ヤリラフィヤリラフィって何ですか聞いたことあるのヤリラフィって言うんや。ヤリラフィ系ですね。ヤリラフィの語源なんなんそれヤリラフィとはテンションの高い人たちで総称でいわゆるパリピな人と受け取れお祭りや、えー、好きやチャラいイメージと。なるほどね。ヤリラフィが多いんでしょうね。多分エスパーにはね。 そういう人たちにウケるんが、まあやっぱギャル、ギャルやからちゃう、エスパが、やっぱギャルコンセプトじゃないですか。やからそういうファンが増えてとかあるんじゃないですか。まあでもすごいですね。そのヤリラピー界隈までも k p o p が侵食してるっていう。すごいです、ね、で、そういうやつらと、その k p o p ゴリゴリのオタクっていうのは、まあ k p o p ゴリゴリだって結局オタクなんで、一番合わないんですよね、多分ね。一番嫌いですよね。k p o p オタクゴリゴリにアイドル好きなオタクは、ドルオタは、ヤリラビー絶対嫌いなんですよ。 一番嫌いなんですよね。やから合わないですよね。